それも心配いらないで、最近ひとりさんはね、そういうことに関して何かおっしゃってないですかっていうんだけど、別に言ってるんだけど心配するのかと何も言ってないのよ。よくほら、ニュースとか見るとね、なんかまたどっかの国が核爆弾を落とすんじゃねえかとか、なんかミサイルが飛んできたらどうするんですかみたいな話もあるみたいけど、ひとりさん的には全然全く心配しておりません。そう。で、もしだよ。まあ、これは、で、またひとりさんがよく言うの、評論家みたいな人って万が一みたいな話をするわけ。万が一って1万分の1だよね。そう。1万分の1なんだから、その万が1万分の1にかけてもしょうがないじゃん。そう。すごい大穴だよ、ギャンブルで言ったら。1万分の1なんだから で、もし1万分の1が起きちゃったとしたら、多分みんなもね、ここにいる人たち全員が多分光の国に一緒に行っちゃうと思う。だから結局何も心配することない。あと、まあじゃあもう一個今のね、時勢のお話してあげるけど、円安って今あるじゃないですか。円安。で、いや、このまま円安が続いたらね、なんかどうなるんでしょうかって心配してる人もいると思うんだけど、実はすっごいいいことを教えてあげるよ。このまま円安が続くと、日本ってね、一人勝ちになっちゃうぐらい景気が良くなる。そう、ものすごいね、もうこれから、まあもうこれからね、外国人が来るのも解禁されるけど、まあ今知ってる人は知ってると思うんだけど、外国って今めちゃめちゃ物価高いんだよ。で、日本に来ると驚くんだって、なんでこんな安いんじゃ日本は、みたいな。だからどれぐらい高いかっていうと、なんかアメリカの、まあその地方によって違うかもしれないけど、1リッターパックが1本千何百円とかするんだってね、牛乳が。で、もやしの、普通のもやしの1パックが500円とかするんだってよ。そう、それぐらい物価が全然高いんだって、向こうは。で、日本はなんかめちゃめちゃ、だからみんなが小麦粉が20円上がったとか、ガソリンが15円上がったとか、全然安いんだよ。そう、外国から比べると。で、これから先なんだけど、日本ってお金がもうね、めちゃめちゃ集まっちゃうんだって。だ、皆さん安心していいよ。みんながね、なんか買うとき何十円か上がったやつはね、全部消し飛ぶぐらいね。景気が良くなるから でも本当に、日本がこれから一人勝ちするんだって。それがひとりさんの見立てっていうか、これからこうなるよっていう話はしてくれてる話かな。まあでももし、これもさっきの評論家の話と同じで、万が一外れたら俺のせいにすればいいじゃん。万が一外れたら、達也の野郎、ペテン師野郎。まあ、それは冗談だけど、ひとりさんってほら、日本一の商売人とかね、商人って呼ばれてるぐらいの人だから、やっぱりどうなったらどうなるっていうのをちゃんと教えてくれるのよ。だから日本は、これから先一人勝ちです。そう、もう世界の経済の中心になっちゃうんだって。そう、それ覚えておくとみんなもね、どんどん安心するじゃん。だから大丈夫だよっていうのをね、みんなにも言ってあげてって話。まあ、そんなメモ取るような話かな。いいよ、取って。いや、取りだ、取りだ。いや、大切なお話ですよね。いや、さ、いや、メモ取りたい人は取りな。やっぱ大切な話だからな。いや、でも、俺個人的なあれで言うと、メモってね、一回も見返したことないの。で、もっと言っちゃうと、俺一人さんの話ってメモ取らないよ。だって車運転中なのもん。しかも録音もしたことない。だって高速道路とかで、一人さんってやっぱ今から話すよって言ったって、車の中で話すじゃん。ひとりさん、ちょっと今高速なんだけどとかって言えないじゃん。で、俺は運転しながらずっと聞いてる話をみんなに教えてるだけなのね。で、メモも取ったことない。仮に取ったとしても一回も見たことありません。でもね、よくさ、じゃあそういう大切な話ってね、間違えずちゃんと伝えろよみたいな話を言われるって思うじゃん。ひとりさん逆だからね。達也、少しぐらいな、俺の話ずれててもいいんだぞって。全然、だから俺なんかそれ聞くと、お調子者、あ、ちょっとぐらい間違ってもいいんだとか 間違ってるかもしれません。 それは冗談だけど、だいたい合ってると思うよ。 合ったら後で訂正するから。 そう。でもね、まあみんなも、何でもかんでもね、正確にとかっていうこと、まあ俺ちゃんと正確に伝えないとダメなこともあるけど、数字のこととかね。でも、こういうことに関してはね、そこまでね、こう、固くなんなくていいよ。そう、っていうのがね、ひとりさんからみんなにこう、なんて伝えて。だから俺が、なんと大丈夫って言われてるから、みんなもいいよ。ひとりさんのことをね、一語一句間違えないようにしようって思ったらさ、そんな不可能だよ。はっきり言って。だからもうね、ちょっとぐらいずれてても大丈夫です。俺が許可します。じゃあね、
いつもこれも一人さんに俺が言われてる話なんだけど、達也の講演会は、楽しいがね、楽しいが8割で、ためになる2割でいいんだぞって、もうこれ毎回言われてるのよ。毎回。なので、俺の講演会は、あんまりためにならない話が結構入ってると思うのね。勘弁してね。で、最初にほら、その8割をね、ちょっと消化しなきゃいけないんで、一番最初、俺のくだらないシリーズってやつが入ってるの。で、なぜかこっちの方が評判いいんだよ。なんかためになる話よりこっちの方が人気あんの。で、この話だけの講演会って何ですかってリクエストがあるのね。いや、これだけじゃ講演会なんねえだろ。じゃあね、まあ、せっかくだから、今日、みおちゃんともね、話して、ちょっとね、何の話がいいかなって思ったんだけど、そうだな、まあ、ね、じゃあ、混浴露天風呂の話にしよう。全然ためになりませんからね、この話は。言っとくけど。で、いや、何の話ですかっていうと、やっぱりひとりさんの今、お弟子さんって呼ばれてる社長さんたちが何人かいるの。で、その人たちがひとりさんが、やっぱり自分たちが社長になったら人前でお話しなきゃいけないことが出てくるから、人前で講演するように今のうちからやっときなって言って、何十年か前から今のね、社長たちが講演会ってやってた時代があったのよ。で、その頃って俺まだお店や、みやちゃんたちと同じ、マルカンの取扱店さんってお店やってたのね。なんで、まあ社長たちがやるっていうんで講演会聞きに行こうと思って行ったの。で、そしたらすごい時間が余っちゃったのよ。で、そこでなんかお昼食べようって話になったんだけど、すんごい山ん中だったの。すごい山ん中で、これどうしようって話になって、そしたら一軒旅館があったのよ。で、ここでお昼食べられるんじゃないって言って、それで食べたのね。で、まあ、お昼は食べられたんだけど、ちょっとなんかお昼食べ終わったら、なんかそこの旅館の、多分社長かな？なんか、ご主人みたいな人が、俺のことを呼ぶわ。お兄さん、お兄さんってこうやって呼ぶわけ。お兄さんって、うちのお風呂って入ったことある？って、いやいや、もう入ったことないって言って、じゃあうちのお風呂すんごいいいぞーとかって言うわけ。すんごいいいからとか、すごい何回も言うのよ。で、俺なんかそんなにほら、温泉好きだからね。そんなにいいんだったら、じゃあ入ってみようかなと思って。で、じゃあお金払ってね。で、じゃあうちの温泉って、ちょっと外に一回出て、ちょっと小屋みたいなのが立ってるから、そこがこう温泉になってるから、そこまで行ってて、で、男の人は大浴場って書いてある。で、女の人は女風呂って書いてあるからわかるからって言われて、で、外まであるって言ってね。まあちゃんとその小屋があって、で、そこ大浴場を見つけて、で、そのガラガラって引き戸になっていうか開けたの。開けたら、開けた瞬間に目の前に素っ裸の女の人が立ってたのよ。すっぽんぽんだよ、本当に。そう。で、どれぐらいの年齢ってよく聞かれるから、多分50代。で、その人が一糸まとわぬ姿で立ってんのよ、本当は。開けた瞬間鉢合わせだよ、本当に。で、俺すごいびっくりするじゃん。すごいびっくりして、で、俺、わーって言っちゃったの、なんか急に。わーって言っちゃって、すいませんとかって、ごめんなさいって、なんかね、と思って、でも声見たら大浴場って書いてあるし、で、女湯って、なんか女風呂って書いてあるのね。で、おかしいなと思って、いや、すいませんでしたって、もうその戸を閉めて、で、なんか、そのね、旅館の主人に文句言いに行こうと思って、一回戻ろうとしたの。戻ろうとしたら、後ろからガラガラガラって、その引き戸がもう一回開く音がしたのね。そしたらその裸の女の人が外に出てきちゃった、裸のまま。裸のままだよ。ポンポンでだよ。で、お兄さん、お兄さんって違うのって、男の人はこっちでいいんだよって、俺の手をね、その裸の女の人が掴むんだよ。で、俺またすごいびっくりして、で、その裸の女の人に連れられながら、その大浴場に行くっていう感じで、で、俺の目の前には、その裸の女の人のお尻がこうあるわけ。でも、ああいう時ってもう何も考えられないの。だから俺どういう状況なのか、頭真っ白。そしてさらに驚く光景が待ってて。で、その女の人に手を繋がれて、で、テクトクと歩いていきました。で、その大浴場に入りました。中本当に学校のプールみたいに広いのよ。天然の岩がくり抜いてあるの。で、そこでね、すごく驚いたのは、その今手をつないでってくれた女の人のお友達と思われる方が中にいっぱいいたの。何十人っていたの、ものすごく。で、普通温泉ってさ、まあ、こっちの方も温泉とかあると思うけど、温泉って普通色がついてたり白く濁ってたりするって思うでしょ？無色透明なのよ。完全に透明。そして着替えるところもあったの。着替えるところがあったんだけど、一応壁みたいに脱衣籠が置いてある、ここが着替えるところだって分かったわけ。でね、一応、なんかあれ、わかんない。隠すためのついたてだと思うんだけど、ついたてが一個置いてあった。一個だけだよ。
1個だけ。で、そのついたてがどれぐらいの高さかって言って、膝の高さ。だから着替えてるとこ丸見えなわけよ。でね、俺それ見たときに、もうものすごいその女の人のお友達がいっぱいいて、着替えるところも丸見えなわけ。で、ちょっと一瞬ひるんだの。でもどうしようって、やっぱり入んないでもう帰ろうかなって思ったんだけど、でもなんかね、そこで変な男気が出ちゃったの。ここで帰ったら男じゃねえみたいな。もうさっさと脱ぎまして、全部。で、全部脱いで、それでね、入ろうとしたら、そのさっき言ったけど、無色透明なのよ、ね、温泉が。で、無色透明で、すごいな、その女の人のお友達がね、みんな中で泳いでんのよ。すごいいっぱい。で、みんなさ、人がいる時に泳ぐ時ってさ、あんまクロールとかバタフライってないじゃん。なんかだってバチャバチャバチャって水があれだから、で、泳いでるの平泳ぎなのよ。平泳ぎ。わかる？平泳ぎの形ってわかる？手こうやって足がカエルみたいになるのってわかるじゃん。で、向こう側に泳いでいく人がいるわけ、入る時に。女の人で。カエルみたいな足が全部丸見えない、こっちに。で、その光景はね、俺今でも思い出せるからね。すごい光景。で、俺ね、世の中って女の人ってすごい元気だなって思ったことがあるの。なんでかって言うと、泳いでる人は女性しかいませんでした。で、女の人、男の人入ってなかったんですかって質問があったのに、入ってたのよ。男の人はどういう態度取ってたかっていうと、みんな、なんかね、後ろの方向いたりとか、天井見たりとか、なんかね、端っこの方にみんな固まってた。で、俺その人たちを見て、お気持ちわかりますよ。っていうね。で、それが混浴露天風呂の話なんだけど、どうでもいいお話は以上でーす。っていうね、この話、こういう系の話がね、いっぱいある。でも、いや、これもね、なんでこんな話するかっていうと、同じ講演会でもさ、なんかと、ただつまんなく聞くより面白い方がいいじゃん。で、ひとりさんと俺が目指してるのは、楽しくってちょっとだけためになる講演会なの。そう。ありがとうございます。お褒めの言葉いただいちゃって。いや、で、いや、今さ、わかんないけど、若い人、まあ若い人、老若さんの問わずだけどさ、ある程度年いった人とかだったら落語が好きとか、今の若い人だとお笑いが好きとかさ、漫才が好きって人もいるかもしんないじゃん。お笑いって人気あるよね。人気あるよね。でも、ためにはならないよね。わかんないけど。でも、楽しくってためになるんだって新しいジャンルだと思ってんの、俺たちは。そう、だから楽しくってちょっとだけためになるっていうのを目指してるから、まあね、あとは皆さんの応援にかかってます。もういきなり人のせいにする。っていうことでやってるんだよって、それと、俺たちってね、よく聞かれるんだけど、ひとりさんとか達也さんってね、悩みってないんですかってよく言われるの、ないです。ありません。ありません。全くだって問題は問題と感じねえんだもん。いや、問題はあるよ。問題は起きるの、人間生きてれば誰でも。そう、俺だって生きてるからね、一応ね。そう、でも、日々何かしらの問題は起きたりするの。起きるけど、別に問題は問題と感じないのよ。問題がないのと同じだよね。だから悩みもそんなにないよ。ないです。まあ、せいであるとしたら今日の晩ご飯何かなってか最大の悩みかな。そう。だから、本当にね、みんなもそういう風になれるんですかって、なれるよ。俺とかひとりさんなんか本当そうだもん。ひとりさんも即答だよ。斎藤ひとりさんって悩みってないんですかって、ありませんで終わり。本当に。そう、だからみんなもさ、日々なんかね、こう問題とかってぶつかったりさ、なんか問題って出てきたら人間関係トラブったりすると思うのよ。なんでかなとか、なんでこうなっちゃうんだろうって思うことあると思うけど、そういう風にね、なりたいんだったら俺たちのようにさ、やってれば大丈夫だよって。それと、まあ今日ちょっとさっきも言ったんだけど、激文ってあるじゃん。激文って、これね、毎日やってると、すごいいいことがあるのよ。問題を問題と感じなくなっちゃうの。だから問題って感じないんだったら自分の人生に問題がなくなるのと同じだよねって話。そう、だから受け取り方なのよ、要は。そうっていうのを、まあね、ひとりさんが教えてあげてっていう話だから、まあこれね、最後の方にやるからさ、まあちょっと楽しみにしててねって話です。じゃあ次の話いきまーす。ありがとうございまーす。じゃあね、ちょっと2割分ぐらいいい話しなきゃいけないんでさ、ああ、また話す前に消しちゃったわ。ひとりさん流仕事術っていう話、新しい話。これ金曜日聞いたばっかりの話。そう、いい話ですよ。これがすごいいい話で。あのね、
斉藤ひとりさんってどんなね、仕事のやり方してるんですかってみんな聞きたいじゃん。ひとりさんってだって納税人ほいちゃん、日本で一番税金払ってる人だから、すごいお金持ちだよねって、ほらで土地とか不動産一切持って、まあ不動産もね、株も一切持ってないからね。それでほら日本一納税してるからって、もうだから商売では本当にすごい、まあ実質日本一だと思うの、俺は。で、そのひとりさんがね、この仕事実の話を教えてくれたんだけど、いやみんなちょっとびっくりするようなこと言ってあげるからね。あのね、夢ってね、でっかく持っちゃダメなの。ダメです。よく夢はね、でっかく持てとか、目標は大きく持てとかって言うじゃん。ダメです、ひとりさん流で言ったら。そう、もうおしまい、それで。嘘でちゃんと教えるよ。あのね、どういうことかっていうと、夢はちっちゃく持つの。夢はちっちゃく、努力は大きくなの。そうでね、じゃあ、もうちょっと言うと、じゃあ具体的にね、例を挙げてくださいとかって話も出てくると思うから、俺の講演会がすごいいい例なの。実はね、俺って講演会って、いつも毎回言ってるんだけど、二人から行くよって言ってるの。二人です。二人。呼んでくれる人が二人いたら行くよ、本当に。そうで、二人ってなかなかさ、二人で本当に来てくれるのかなってみんな思うじゃん。行きますよ、本当に。そう、それで、俺とひとりさんの中では、二人から行って、五人来てくれれば、もう大成功って思ってるの。大成功。で、今日も多分五人はいるよね。多分五人は来てくれたと思うの。で、それがなんでですかっていうと、要は五人で大成功って決めてるから、毎回成功の波動で終わるから、こうやって丸四年とかずっと続いてるんだよ。それをみんな目標を大きくしちゃうんだよ。だから簡単に言うと、なんていう、例えば俺が講演会来ました。じゃあ普通講演会って言うと、50人ぐらい来んだろうとかって。で、俺がだよ、俺が勝手にそういう目標を立てて来ちゃうんだよ。そうすると、あ、達也くんはルンルンで50人今日は講演会来るだろうと思って来ました。会場に着きました。俺は話だから1、2、3、4、5、6、7、8、90ってこうやって人数を数えてるわけ。47人しかいなかったとするじゃん。そしたらもう3人マイナスなんだよ。そしたらもうそれって失敗の波動なの。47人じゃん。今日50人行ってねえじゃん、みたいな。で、それで失敗な波動になっちゃうから、そうなると、なぜか達也くんの講演会は少しずつ少しずつ下降気味になって、あれ、達也さんって今講演会やってないっすよね、みたいな、なっちゃうの。だから、この成功の波動と失敗な波動ってね、全然違うんだよって話。で、俺たちは、ほんと5人来れば成功って思ってる。で、本当に2人から行くよってずっと声掛けしてるわけ。そうすると、本当に二人でいいんだって言ってね、呼んでくれる人が出てくるんだよ。そうで、あとはその二人で行くよって言いながら、その話をね、こういう伝え方しようとか、こういうふうにね、もっと言えばよかったかなって、その改良旋回の気持ちでどんどんやっていくの。それが努力を大きくの話だよ。で、またみんな努力とかっていうと、ものすごいなんかね、頑張ってとかっていうふうに捉えちゃう人がいるのよ。でもさ、ここに女性ってすごい多いよね。お買い物って行くよね。お買い物ってさ、努力してますとか頑張ってますって言う？言わない。要は、好きなことやってる時って努力とか頑張ってるって言わないじゃん。だから俺も講演会に関しては改良するのって全然苦でもないし、すごい楽しいの。みんながショッピングしてると同じ気持ちなの。だからそれを努力するんだよっていう話。そう、だから、こういう講演会もおかげさまでね、こうやってもう何十回何百回って多分やってると思うんだけど、もうずーっと途切れなくやれてるってのはそういうことだよ。だから夢はちっちゃく努力を大きくするの。だからみんな、例えばこの中でもうじゃあ今から YouTuber になろうとかって、まあ俺もおかげさまでちょっと YouTube やらせてもらってます。そう。最近お金が入ってきて嬉しいね。そう。本当にお金って入るんだって。最初はね、YouTube 見てコマーシャル邪魔くせえなとかって思ってたんだけど、最近コマーシャルに感謝してる。でも、こうやってやってると、本当に YouTube とかもね、お金入るんだって思って、やっぱ楽しくなるしさ。で、なんか見てくれる人がね、ちょっとずつ増えてくれれば嬉しいなって。でも、これも、本当に俺 YouTube をね、登録者を何千人にしようとかと思って始まったわけじゃないの。これも講演会と同じで、登録者2人でいいって思って始めたの。で、見てくれる人が5人いればいいって思って始めたのね。今なんかすごいありがたいことで、まだ始まって何ヶ月かしか経ってないけど、なんか2000人多分超えてた、みたいな。なんか俺の方が驚いて、こんなに、そう、だから、これからインスタグラマーになりたいとか YouTube やりたいっていう人も、最初からね、登録者100万人とか目指さないことだよ。まずは登録者2人。そして見てくれる人5人。まあ、視聴回数5回だな。そう。で、そうすると、ああって2人行ったじゃんとか、で、まあ、その2人行ったら、次はじゃあ登録者5人とかにハードルを下げながらこう上げていけばいいのよ。
要はみんなそれをいきなり1000人とか、いきなり1万人ってやるからハードルが上がって、なんでね、こんなにいかねえんだとかってなって、いつも一喜一憂することになっちゃうのね。つんで努力が足りないとかって始まっちゃうんだけど、違います。ひとりさん流で言うと、本当にね、夢はちっちゃくなの。夢はちっちゃく、努力は大きく。っていうのを覚えておいてほしいな。でも波動の意味ではすごい大切だよ。毎回成功の波動で仕事やるのか、毎回失敗の波動で仕事やるかって全然違うからね、結果が。そう、っていう話なんだけど、この話は難しいでしょうか、皆さん。いい話ですね。ありがとうございまーす。じゃあこの話は終わりでーす。そう、だからなんかやるときもね、みんな夢大きく持っちゃダメだよ。なんかね、例えば自分がピアノ教室やるって言ったらね、生徒をね、なんか毎月100人ね、募集するとかってやっちゃダメなの。一人です。そう。そう、一人からやればいいの。で、また、作った自分もダメだよ。もっと言うと、なんつうかな、俺なんかもこう YouTube 見たことある人だとわかると思うけど、俺別にこういう場でも YouTube でも何にも変わんないの。全く同じです。プライベートも全く同じです。でね、こういう自分でいいんだって思う人がファンになってくれればいいと思ってるの。それを変に周りに合わせたようなこうキャラクターにしたらね、俺がこうずっと演じなきゃいけないのよ。つまんねえって、そんな無理だよ俺。絶対ボロが出るからね。そう。だから、こういうこと言ってたり、こういう話し方する達也さんがいいって人だけが来てくれればいいの。それを周りに合わせたようなね、こう自分にしちゃうからいつも苦しくなっちゃうんだよ。ダメです。これ後でもまた話すけどね、周りに合わせるような生き方するのか、こういう自分でいいって思う自分とね、付き合って、いいって言ってくれる人だけ付き合うかって全然違うよ。そう、俺なんかほんと、俺もひとりさんも、本当になんていうの、周りに合わせたような生き方は一切してません。で、よくひとりさんって、じゃあ今も言ったけど、納税日本一って言うからさ、ものすごいなんか経済とかのね、なんかそういう有名な人とお付き合いがあるって思うじゃん。一切ないからね。一切ないよ。向こうが会いたいって言ってくることあるの。ひとりさん会わないから。うん。多分日本一会うのが難しい、なんつう、お金持ちじゃないかなと思う。そう。まあでもそれでも定食屋のおばちゃんとかしょっちゅう会ってけどね。そう。っていう話。だからね、ひとりさん流の仕事術も覚えておいて、夢はちっちゃく、努力は大きくだよって話。まあ以上でーす。ありがとうございます。じゃあね、じゃあこれもね、ひとりさん流のちょっとした考え方だな。俺たちはね、月じゃないって話があるの。この話は結構評判がいいんで、最近ずっと話してるんだけど、いや、ひとりさんがね、ある時、やっぱひとりさんって若い時からすごい商売が上手だったの。すごい会社の売り上げが伸びちゃったのね。もう若い時20代とかに。そしたら、ひとりさんに言ってきた人がいるんだって。まあ、年配の人で、斉藤さんって、って、こういうことわざがあるっていうか、こういう言葉があるから覚えときなって。月もね、満ちれば欠けるんだよって、覚えときなって言われたんだって。で、ひとりさんがそれ聞いてすんごい怒ってて、俺は月じゃねえんだよとかって。いや、どういうことか、その言葉の意味って多分、満月もね、だんだん欠けるように、商売もいつまでもそんなうまくいかねえぞ、みたいな意味だと思うんだよ。でも、ひとりさんすごい怒ってるわけ、それ聞いて、俺は月じゃねえんだよ、みたいな。でね、どういうことかっていうと、俺たちは太陽なんだって話なの。太陽。太陽。でね、どういうことかっていうと、人間っておぎゃーって、じゃあその話はちょっと置いといて、太陽ってさ、朝日で昇るときって真っ赤になって昇るじゃん。で、夕日で沈むときも真っ赤になって沈むよね。まあ、あれが朝日のときが生まれたときって想像して。だ人間って生まれたときに真っ赤に燃えるように生まれてくるの。そして、夕日で沈むときってまあ死ぬときだって思ってもらっていいよ。そう、もう燃え尽きるように死ぬの。そう。だからそのもう燃えるようにね、ずっと生きればいいじゃん。で、日中は太陽ってずっと上がってるんだから上でこうギラギラずっと燃えてるよね。これが俺たちは人の一生だと思ってるの。そうだから、もうここにね、せっかくひとりさんと縁があって来たんだったら、もう燃えるように生きようよ。なんか人に言われてね、気分が落ち込むようなことがあっても、この言葉思い出してほしいな。俺たちは太陽なの。で、女の人だったら女の祭り。男の人だったら男の祭りなの。自分の人生がお祭りだと思って生きなって話があるのね。そう、だから、みんなもね、燃えるように生きようよ。
なんかせっかくだったね、その燃えかすみたいに生き方したらもったいないぜ。人に何か言われたって関係ねえよ。本当に。そう。で、それよりも、自分たちはね、もう太陽なんだって、だから人がね、まあ、ありがたいご忠告をしてくれたとしても、そんなんでね、自分の火を消しちゃダメだよ。自分たちは太陽なの。で、お祭りなんだから。そう、お祭りなのにね、わっしょいわっしょいって言ってるの、その声やめてくださいって人いないよね。で、もしそういう人がいたとしても、そんなの言うことなんか聞く必要ないんだよ。本当に。だから自分たちの人生は太陽なんだって思ってれば、すごく人に何かね、言われた時もあんまり落ち込むことが少なくていいんじゃないって話。なんだけど、この話は難しいかしら。大丈夫？うん。そう、それと、やりたいことがあったら今やりな、すぐ。そう、後でね、後回しにしちゃダメだよ。だってみんなだってさ、ここにいる人たちってある程度年齢の人たち多いよね。いや、そう、精神年齢の話してんじゃないんだよ。精神年齢が小学生ですか、そういう話じゃないの。じゃなくて、もう年齢はそれなりにさ、やっぱ自分でもね、あ、結構いい年になったなと思うかもしれないじゃん。じゃあ、みんなに聞きたいんだけど、いやーってこの年になるまでものすごい長い道のりでしたって人いる？どう？なんか、いや、もうめちゃめちゃね、もう本当にこの年になるまでものすごい長かったですって人いないと思うのよ、多分。やっぱり気がついたらもうこんな年、こんな年っていうか、あ、もう結構この年齢になっちゃったみたいな人が多いよね。だとしたら、ね、この先も何かやりたいことがあったら後回ししちゃダメだよ、本当に。やりたいことあったらすぐやりな。本当に。じゃないとあっという間に来るからね。光の国に帰るときが。光の国に帰るときに、あーとかって思ってやっとけばよかったとかさ、思っちゃうとね、もったいないじゃん。で、やりたいことはすぐやる。そしてお金のことも関係ないよ。お金がね、ないとできないんですとか、お金があればね、もっとやりたいことができるみたいなことを言う人いるかもしれないけど、ひとりさんなんかすごいなんか毎日ドライブとかしてて、お金とか全然使わないよ、本当に。それでもすごい楽しく過ごしてる。よくほら、お金持ちの日常って言うとさ、ものすごいセレブな感じでね、なんかテレビに出てるようなさ、なんかセレブパーティーみたいの開いてさ、なんか一人何百万とかってかかるさ、ああいうパーティー開いてるってイメージが多いじゃん。全然違う。一人さんなんかね、毎日ドライブに行って定食はね、一人千円ぐらいの食っててさ、そう。そんな感じだからね。だからみんなも楽しもうと思ったら何でも楽しいことできると思うよ。だからお金がね、かかることも確かにあるかもしんないけど、でもそんなそこまでお金かけないと遊べないことってないと思うよ。それよりも楽しいってね、楽しもうって思うことの方が大切じゃないって話。なんだっていいじゃん。なんか楽しもうと思ったら散歩だって楽しいよ。ドライブだって楽しいじゃん。本当に。だからそういうことをね、やりたいことがあったらすぐやってください。すぐじゃないとすぐ光の国に帰るときが来る。本当だよ。ほんとあっという間に来るからね。こんなはずじゃなかったって絶対思うから。本当に。だから、もうせっかくね、この話聞いたんだったらやりたいことはすぐやろうよ。誰かがうるさいこと言うて、そんなこと言うこと聞いてちゃダメだよ。言うこと聞いてるうち、ほんと時間なくなるよ、ほんとに。そう、もうね、そんなこと言う人がいたら、さっきの太陽の話じゃないけど、うるせえで終わりでいいよ。私はやりたいことあるんだよみたいな。人の言うことなんか聞いてちゃダメだよ。ひとりさんがよく言ってる、昔から言ってるじゃん。俺たちはね、この地球に人の意見を聞きに来たんじゃないんだよ。自分の意見を言いに来たの。そうだから、相手の言いなりになっちゃダメだよ。相手は相手の意見だから別にいいよ。それはね。だけど、やっぱり自分がやりたいこと言いたいことはいいな。そう。でもやっぱり言いたいことってなかなかいい人って言えないから、そのためのやっぱり何回も言うけど激文なんだよって話。で、そうやって言ってればさ、ほんと自分の人生もね、言いたいことが言えるし、相手の言いなりにもならないよって言うことも聞かなきゃいいんだから。で、またもってすごいいいのはね、この激文みたいなことやってるとね、言うことも聞かなくなる。人の言うこと聞かない人生ってめちゃめちゃ楽しいぜ、本当に。人の言うことまず聞かない。自分の言いたいこと言うんだよ。こんなストレスなんかねえじゃん、全然。本当に。でもそうなれるよ、みんなも。俺たちはそのためにこうやって来てるんだからね。そうだから、みんなもね、せっかく自分の人生なんだからさ、誰かにね、操られるような人生生きるより、自分の人生生きなよ。
そう。で、そのためのね、講演会なんだから、で、旦那がうるさいんですとかっていう人もいるかもしれない。奥さんがうるさいんですっていう人もいるかもしれないよね。で、彼氏がうるさいです。彼女がうるさいですっていう人もいるかもしれないけど、そんなの言うこと聞いてちゃダメだよ。言うこと聞いてるうち時間無駄にするからね。で、大丈夫。じゃあ怒らせちゃおうかもしれないとか、なんかね、言うこと聞かなかったら嫌われるかもしれないって思うかもしれないけど、ここもすごい大切なことなんだけど、あのね、ひとりさんってお母さんのこと大好きなの。すごいお母さんのこと大好き。お母さんのことは大好きだけど、言うことは絶対聞かないの。だから、みんなも、親の言うこととかね、好きだから聞かなきゃいけないと思っちゃダメだよ。あと、彼氏、彼女の言うことも、好きだから聞くってのは別の話です。好きだけど、自分が聞きたくないこと、言うこと聞かないでください。旦那のことでも、奥さんのことでも。まあ、大体旦那さん、奥さんに言うこと聞かされちゃうんだけど。でも、本当に、なんと好きだっていうことと、言うこと聞くってのは別だって覚えておいてほしいのよ。そう、だからみんなはね、普通好きな人の言うことは聞かなきゃいけないって、鼻から思い込んで、それが常識だよねって言いたいの。それ常識がみんなを苦しめてるパターンだよ。好きだけど、ひとりさん流で言うと、好きだけど言うことは聞かない。そう。で、それで嫌われないんですかって言うと、嫌われないよ。むしろそっちの方が多分仲いいよ。そう。やっぱり何でもかんでも言うこと聞いてくれる人ってさ、なんか、要は都合がいい人だよね、簡単に言うと。相手からしたらね。ダメなのよ、相手の都合のいいように踊っちゃう。そう、俺たちなんかもうずっと一生反抗期だから、本当にね。本当に だからもちろんほら、言うこと聞くなってたって、自分がね、同意できることは別に素直に聞けばいいんじゃない？だけど自分がこれはなんか嫌だなとか、ちょっとなって思ったら、そういうことに言うこと聞いちゃダメ。絶対に。絶対に。もう聞かないでください、今日から。そう。でもその方が楽しいよ。本当に。人生うまくいくと思うんだよね。っていう話なんだけど、まあね、だから俺たちは月じゃないの話はね、以上でーす。難しい？大丈夫？なんかいや、達也くんの言ってる話は難しいなーって人いる？大丈夫？ じゃあね、じゃあ次の話もね、なんとなくの話します。これね、最近ほら、花井さんとね、ひとりさんの本も出たけど、まあちょっとね、本にも載ってないお話するね。そう、あのね、よくね、そうだ、このなんとなくの話、一番、こうなんか最初に言うんだけど、まあ、ちょっとスピリチュアルとか霊的な話も含めた話ね。まあ、この中でほら、やっぱスピリチュアルとか霊的なことが好きな人もいると思うの。不思議さん好きっているよね。で、よく、まあ、こういう愛知県とか名古屋とかでもさ、スピリチュアル占いっていう？要は占いしてくれるような人っているじゃん。ああいう人の中にすごい自分のことぴったり合ってる人っているのよ。だからあなた子供何人いるでしょうとか、なんていうかな、すごくなんか自分しか知らないのことぴったり当てる人っているのね。あれって何なんですかって、あれって10個のうち1個ぐらいが当たるぐらいなんだよ。わかる？で、俺、なんかね、まあ、この話はちょっと違うと思うかもしれないけど、俺友達で占い好きの人がいるわけ。で、一緒にくっついてったの。俺なんか占い別にそんな興味ねえからさ。で、くっついてった友達を占い受けた時に、その占い師さんがあなたこうでしょって言ってたの。そしたら友達は違いますってわけ。で、あ、そうなのって、じゃあこうじゃないとかって言って、すごい10個ぐらい何個も言ってったのよ。そしたらその中の1個ぐらいが合ってたやつがあったのね。あ、これ合ってますとか、そうでしょみたいな、占い師さんすごいなんか、そうですよねみたいなこと言ってるわけ。で、俺占い師さんって相当メンタル強いんだなと思って。残り9個全部外れですけど。 いや、要は、スピリチュアル占いみたいに当てる人っていうのも、あ、なんか10個のうち1個ぐらいが当たる人なんだよ。だ、それ覚えておいてほしいのよ。で、それでいちいちびっくりしてちゃダメ。ダメです。それと、もう1個。すごい自分が昔怪我したことがある。で、大きい手術したことがある。あと、なんか子供がね、その占い師さんに何人って言ってんのに、あなた3人子供いるでしょってぴったり当てられました。普通こういうの聞くとみんなものすごいびっくりしちゃうわけ。すごい、この人本物だーとかってすごいびっくりしちゃうんだけど、ひとりさん流に言わせると、自分がね、怪我したことも子供がいることも手術したことも自分は何十年も前から知ってるよね。そんな人に指摘されていちいちびっくりしてちゃダメだよ、本当に。そんなんね、私何十年も前から知ってますけど、それが何かで終わりでいいよ。いや、別に冷めた目で見ろって言ってるんじゃないんだよ。要は、そういうことでいちいちびっくりしてちゃダメなの。じゃないと、あ、この人はね、すごいって、私が何も教えてないのに、私のこと全部見抜けちゃうって。この人こそ本物だって思っちゃうと、
もしその自分が本物だって信じた人がね、あなた何年か後にね、事故に遭う可能性があるから、お守りでこれ持ってきなさいって言って、水晶とか500万で買いなさいとかって言って買っちゃうよ。本当に。だからびっくりしちゃダメなの、いちいち。ただびっくりするふりはしてあげてね。そう、だって占い師さんもやっぱりな、自信なくなっちゃうからさ、それが何かとかって言われたらさ、はあ、私向いてないんでしょうかって。だから過剰にびっくりしてあげるのはいいんじゃない？あ、もうなんか自分が言われてね、もう当たって、すごーいとか、なんでわかるんですかいや、それも、だ本当にものすごくそれが本物なんだろうけど、ものすごい過剰にびっくりしちゃダメだよ。じゃないとね、言いなりになっちゃうのよ、本当に。だそのこと覚えておいてって話があるの。だから大丈夫、これわかる？なんとなくの話で。もうこれもなんとなくな。だからああいうのも、なんとなく10個のうち1個ぐらいが当たってるぐらいだって覚えておいてほしいのよ。それがなんとなくのスピリチュアル道みたいな話かな。で、もう一個大切な話ね。あのね、このなんとなくで、まあみんなってほら、今生きてるじゃん。まあ生きてるよね。この中で私は霊ですって人にね。私はなんか、幽体離脱してきましたなんて、人いないと思うけど。あのね。いや、何が言いたいのって、生きてたら必ずこの先、決断しなきゃいけないことが必ず来るよね。来るよねって言いたいの。そしたら、その迷った時に、なんとなく楽しい方を選んでください。なんとなく面白い方を選ぶんだよ。なんとなくこっちが軽そうとか、なんとなくこっちがね、なんかこっち行ったら面白そうだなっていう方を選んでください。だ例えば、まあ、就職しました。A 社と B 社が受かっちゃったと。内定もらいました。どうしようかなって、どっちも好条件だし、でもなんかなんとなく A の方が私は楽しそうだ。B はなんとなく一歩進まないなと思ったら、その進まないなと思ってる方は、行っちゃダメだよって自分の直感だからね、そのなんとなくの。そして面白そうだって思う方が自分が行くべき道っていうか、多分行った方が魂の、なんつう？学びになるよっていう方なの。だから、なんとなく軽いとか楽しい方を選んで。でもさ、こういう話聞いても、人生って分かれ道って一回じゃないのよ。何回も何回も来るの、恋人のことね。本当に親のこととか、もう、まあ学校のことでもそうだし、例えば彼氏彼女のこともそうだし、旦那さんと離婚するとかね。そういうことも含めて、いろんなそう選択肢が来るのよ。そしたら、その時に、なんかもう別れる別れないがいい悪いじゃなくて、別れた方が楽しそうだったらそっちに行きなの、俺たちは。そうで、まあ一緒にいるのはね、やっぱこっちの方が楽しそうだなと思ったらそっち選べばいいんじゃないっていうだけの話。恋人とね、一緒にいるのが楽しいんだったらそうだし、なんか別れた方が楽しそうだなと思ったらそれも魂の学びっていうか、なんとなくでいいからそっち選びなって話なの。だから、これから先迷ったらなんとなく楽しい方を選んでください。で、そういう場面が何回も出てくるから。で、そうすると、そうは言ってもね、もっと簡単な道ないんですかって、もっとね、ストレートに行ける道があったら嬉しいのにって思うかもしれない。迷わないで。だけど、実はひとりさんがすごいいいことを教えてくれたんだけど、みんなが何回も何回も人生で分かれ道にこう行ってるって思うようなことも、死ぬ時に振り返ってみるとまっすぐな一本道なんだって。そう、だからそれ覚えておきな。実はみんな迷ってるようでまっすぐな一本道歩ってるんだよって話。そのことを知ってるだけでね、迷ってるようで迷ってないんだよ、実は。っていう話なんだけど、これ難しい、この話は。大丈夫？なんか俺の話がちんぷんかんぷんですって人は。大丈夫だね。つなちゃんも大丈夫？うん。大丈夫ね。大丈夫だね。で、それともう一個、なんとなくの話ですごい大切な話。人間関係の話です。これもすごくね、みんな、なるほどってひとりさんも昔から言ってるんだけど、やっぱ今本当に必要なんだよって話があって、ね、みんなってさ、例えば職場でとか新しい環境で、新しいクラスになりました、新しい学校に行きましたって言うと、どうやって周りと馴染めるんでしょうかって質問があるのよ。だけど、ひとりさん流に言うと、馴染まなくて結構です。そう、やめましょう。そういう生き方は。それよりも、ね、なんとなく会わない人と会わないようにしてください。だ同じ会社でも、例えばね、まあ、なんていうんかな、チームワークが大切だとかさ、会社はね、我が大切なんだから、一緒になってね、こう、どういうか溶け込めるようにした方がいいとかっていう意見もあるかもしんないけど、俺たちは全く逆です。馴染めない人とは馴染まないようにしましょう。だって会わないんだもん、絶対に。会わない人と組んだって仕事なんか絶対うまくいかないよ。そう、だから、会わない人と会わない努力するの。
そして、自分がすごく仲良くなった人と、なんと一緒、濃く生きるっていうのかな。それが俺たち一人さん流なのね。で、よくほら、新しい会社に行きました。どうやったら馴染めるんでしょうかって質問、よくやっぱ結構来るのよ。すごい馴染めないんですとかって。俺たちの答えは簡単なの。馴染まなくていいよね。そう。で、馴染まないで、相性が合わない人と合わない。で、もっと言うと、じゃあ会社でもそうだし、血縁関係もそうだよ。例えば、親、兄弟、親戚、知人。合わない人とはなるべく離れてください。合わない人と会っちゃダメって字でもちゃんと教えてるよね。相性の悪い人と会わないっていう、もうだからさ、会うとね、会うなんだけど。だから会っちゃダメなの。ダメです。一人三流で言ったら相性と合わない人となるべく距離取るの。で、同じ会社にいてもこの人と会わないなと思ったら、もうね、朝おはようございます、お疲れ様までなるべく逃げた方がいいよ。だってそんな相性の合わねえ人と一緒にご飯食べに行って美味しいの？俺なんか絶対まずいと思うけど。何食ったかも覚えてねえよ、多分。そう、だから、ダメなの、相性の合わない人とは。で、みんなもね、だから周りに合わせるような生き方って多分辛くなっちゃうよねって話。だから相性の合わない人とは、たとえ親だろうと、兄弟だろうと、親戚だろうと、知人だろうと、合わないようにしてください。その方が絶対人生うまくいくよって。で、また逆もありで、みんなに聞きたいんだけどさ、例えばみんなってものすごく気の合う友達とかお知り合いとかさ、仲間ってどういうふうに仲良くなった？ちょっと一瞬考えてみて。待ち伏せした？ あの人が出てくるの、ここで待とうとか。あの人と仲良くなるためにね、ここでちょっと待ち伏せしてね。違うよね。なんとなくじゃない？なんとなくだよね。で、俺もほらさっきね、この一人さん特別弟子って、達也さんがなんで特別弟子なんですかって、これって一人さんとなんとなく仲良くなったからの。だから別に仲良くなりたくてなってるわけじゃないんだよって話。だからみんなもなんとなく仲良くなってる人なんとなく仲良くなってるはずなんだよ。そう、だからね、本当に仲良くなった人だけ濃くいけばいいんじゃね。それ周りに合わせた生き方って多分辛いと思うよ。そうだ、俺たちはそういう生き方は進めてません。まあそれでも、すごい人脈が大切とかね、人脈こそ宝だっていう人はそういうのが楽しい生き方の人もいると思うの。それ否定はしないよ。ただ俺たちはね、疲れちゃうから嫌だ。周りに合わせるのが得意な人もいるからね。それはその人の生き方だと思う。だけど俺たちは、やっぱり合わない人とはなんとなく合わないようにした方が人生うまくいく。合わないんだもん。やっぱり。で、またね、よくセクハラの問題ってあるじゃん。女の人なんかよくわかると思うんだけど、セクハラってさ、あれって嫌いな人にされたから嫌なんだよね。わかる？いや、どういうことかっていうと、前俺もよく相談されたことがあって、いや、マルカンって結構女の人多いじゃん。そう、女の人多いとさ、たまに男の人と写真撮った時に、いや、聞いてくださいよってなんかね、あの人がね、なんか写真撮るときお尻のところに手回すんですとかね、なんか腰あたりに触るときすんごいやらしい手つきで触るんですって相談があるわけ。そっかーって。でね、あれやめさせるように言ってもらえませんかって言うから、そっかって。まあ、とりあえずその話分かったよって。でねって、ちょっとこっちから質問なんだけどって。もしその自分がその人にされた嫌なことを、俺とか一人さんに同じことされたらどうなのって聞いたら、そんなめちゃめちゃ嬉しいに決まってるじゃないですかとか。 これってさ、要は嫌いな人にされたらセクハラだよね。だけど好きな人にされたらすごい楽しいことになっちゃうんだよねって話言いたいの。なんかこれもなんとなく合わないっていうパターンからね、セクハラみたいな話になっちゃってるんだよねって話。だからみんなは、もうなんとなく合わない人ってもう直感でわかるんだよ。そう、それを、よくね、じゃあ、もうなんか私あの人の声が嫌いとかね、もう顔なんか最悪とかさ。そう、でもそれは、なんとなく合わないとか、なんとなく嫌いっていうところの直感が最初に働いて、その後から自分で理由付けしてるだけなのよ。好きな人の、なんとおなら、なんとおならっていうか、匂いだとおならでも多分いい匂いだと思うよ。いや、本当に、好きな人のものだったら何でも、臭いとか思わないんだよ。だから、それと同じで、みんななんとなくの直感があるの。その後から理由付けしてるだけなんだよ。だから嫌いな人にされたらセクハラ。好きな人にされたらすごい楽しいことになっちゃうの。っていう話だよ。でも、これもなんとなくなの。だから、このなんとなくの話は人間付き合いにおいてね、すごい大切な話が覚えておいて、で、みんなもちょっと付き合えばね、合わない人は絶対わかるはずなんだよ。あ、この人はなんとなく自分と合わない。
この人はなんとなくすごく仲良くなれそうだって、絶対わかるはずなんだよ。だからそのなんとなく仲良くなれそうな人とね、仲良く行ったらいいんじゃないって、そしたらそんなにたくさんのお友達がいなくてもいいんじゃないと思うけど、俺は。だから俺たちなんか一人さんとか俺たちなんかね、全然よくいろんなところでお付き合いあるんですかとかって聞かれるけど、本当俺も全くないよ。まあ、全くないっていうか、そんなね、なんかすごく一人で生きてるみたいな生き方になっちゃうけどさ、全くないっていうか、マルカンの仲間たちは別としても、そんななんか、マルカン以外の人たちで、なんか変なこうなんていう、交流があるとか、なんかそういうね、お付き合いがあるって全くないからね、ものすごい楽です。そう、お付き合いねえんだもんだって。そう、っていう話ね。だからみんなもそのこと覚えておきな。なんとなく合わない人とは距離を取ること。そう、その方が自分の人生うまくいくよって話。それと、じゃあこの中でね、お仕事やってます、会社経営してます、お店やってますとかってね、自分で商店やってますって人もいると思うんだけど、例えばこの取引した時にね、いろんな好条件があるけど、まあ、仕事だからね、ちょっと仕事はやりたくないけどね、受けなきゃみたいな話も出てくると思うのよ。だけど、どんな好条件でも、なんとなくここはちょっとなんかな、引っかかるなっていうところやめた方がいいよ。本当に必ずトラブルになるからね。そう、条件が良くても何でも本当に後々ずーっとトラブルになっちゃったりするの。そう、仕事が受けるよりも損したりする可能性の方が高いのね。そう、だからもうなんかすごい好条件とかって言われてもそれはやめましょう。で、この間この話をね、なんか確か名古屋の人だよな。なんか不動産でね、自分のなんか相続した土地屋敷があったんだけど、すごい好条件で売ってくださいって話があったんだって。だけど、なんか、まあ、何億円って話だったらしいんだけど、すごいなんか、すごい条件はいいんだよ。条件はいいんだけど、なんか引っかかるんだって。なんかね、なんかわかんないけど、なんとなくね、なんかちょっと違うなと思ってお断りしちゃったんだって。まあ、ちょっともったいないかなと思ったけど、でもこれも一人さんのなんとなくを信じて、まあね、また縁があったらね、なんかまたいい話も来るだろうと思って、そこはきっぱりお断りしちゃったんだって、その不動産屋さんを。そしたら、その後何日かして、今度はさらにいい条件で来たんだって。何千万か上乗せになったらしいよ。条件が。だからもうなんとなくすごいですとかって言ってたよ。そう。だからみんなも、これからお仕事でね、取引先がね、いろいろあったりとかさ、仕事だからっていろいろ受けたりすることもあると思うんだけど、なんとなく、なんかこの取引先はってちょっとね、すごい仕事がないから今受けたいけどって思っても、なんかね、ちょっとね、いまいちちょっと乗り気になんないなっていうのも、そう、なんとなくの直感が教えてくれてるから受けない方がいいよ、絶対に。そうじゃないと、もし受けたとしても、その受けた後に後々すごい大変なトラブルがあったりするの。そうだから、そのことを覚えておくと仕事とかもスムーズになるんじゃない？まあ、で、大丈夫。信じて、なんとなくを信じてると、また本当にいい条件がね、受けたり、受けっていうか、また来たりするわけ。そうだからみんなはそのこともね、お仕事やってる人なんかね、すごくいいんじゃないって話。以上でーす。難しい、なんとなくの話は。大丈夫？そう、大丈夫？そう、だから一人さんなんかこう徹底してるからね、すごいいい条件で来てもね、なんとなくちょっとそこダメだみたいなところは、取引しないよ。取引しないっていうか、そんななんかすごく好条件みたいなこと言ってきても、やっぱりなんか縁がないところってね、やっぱ縁が繋がんないのよ。そう、だからね、そのことも覚えておくといいんじゃないって話でした。じゃあ次の話行きまーす。ね。これも、もう激文の話です。さっきも言ったけど、激文ももうみんな何回もやってる人はね、何回も聞いてる話だと思うんだけど、初めての人もいるからね。この激文って何なんですかっていうと、これって、一言で言っちゃえば言霊です。言霊。で、これで浄化浄霊もできます。浄化浄霊もできる。だから今までほら、マルカンだとさ、水流の方とかいろいろやってたけど、ああいうの別にやらなくても大丈夫で、今は。激文だけでいいです。激文だけ。で、さっきもね、ほら、ペットちゃんにね、ペットの、こう、お骨の前でね、毎日激文飛ばしてね、なんつう、その、いいエネルギーが行くようにやってますってお話もあったんだけど、これ、お墓とか仏壇にもできるからね。もちろん生きてる人にもできるよ。そう。そう。要は、なんていうか、その、霊みたいな存在でも生きてる人、どっちにでもできるのよ。それで、これ自体が言霊だから、言ってると、なんか自分も、なんか自分にもバリアみたいなができるのよ。それでよくね、なんていうの、これは別に信じなくていいけど、なんか気が弱い人ってね、やっぱりちょっとそのマイナスエネルギーに見入られちゃう人っているのよ。なんかなんて、おんぶされちゃうの。で、そういう人にもう本当になんかすごい重くなっちゃってとか、頭痛がしてとか、吐き気がしてとか、いろんな症状があるんだけど、やっぱりなんつうん、こう、心がこうなんつう、ちょっといつもね、ビクビクしてたりすると、そういうのを見つけるのが得意な例っているのよ。
そうそう、すがってきちゃうの、本当に。でも、この激文みたいなことやってると、本当自分の中にバリアみたいなのができるの。そうすると、なんていうか、自分が激文みたいなことやってると、周りにいるそのなんか漂ってる、なんつうの、まあ、信じなくていいよ。レイさんみたいな勝手に光のために強制的に乗せられちゃうの。で、言ってるだけでだよ。だみんななんかそういう特別な修行しなくても言ってるだけでいいんだよ。で、なんかそう亡くなった浮遊霊も助けられる。もちろん生きてる人にもエネルギーって送ってあげられる。まして言ってる自分が一番エネルギーに満タンになるからね。そう、だから信じてやってごらんって話な。それで、いや、じゃあなんでこんな激文とかってね、いや、私どうなのかなって。でもこんなん、でも一人さんも100人に一人やってくれればいいと思ってるの。マルカンの中でもね。で、こんなね、マルカンの中っていうか、まあ、日本全国っていうか、いろんなところで100人に1人こういうのやってくれればいいんだよって昔から言ってるんだけど、で、ひとりさんね、なんで100人に1人なのかなと思って神様に聞いてくれたんだって。そしたら、その1人が100人救うんだって。そう、で、もっとすごいのは、中にはすごい激文やって、ものすごい気合入ってる人いるじゃん。ものすごい気合入ってる人、すごい激文みたいな感じで、その人は1人で1000人救っちゃうんだって。そう。だからね、まずでも、その、自分がね、その何人救うとかっていうより一番救われるのは自分だよ。だからやってごらんって。で、あと、昨日もね、昨日じゃない、一昨日か、川崎で講演会があったんだけど、やっぱり会社経営してますって。で、会社のね、その士気が上がらないと。で、なんかどうやったらモチベーションって上げられるんですかって、やっぱ経営者の人とかリーダーってそういうのにいつもこう毎回心砕いてる人が多いの。で、この激文ね、やった方がいいよって言うと、いや、でも社員にはね、言わせられるかどうか分かんないみたいな話が、確かにそうだよね。マルカンの人たちは別にこういうの言えるけどさ、いきなり会社でね、激文今日からやるよって、社長大丈夫かなとか、なると思うので、じゃあ違うよって言って、社長自分だけがいいなって言ったの。で、そうすると、要はこれって、なんていうの、社員のモチベーションが低いと、ああ、今日もモチベーション低いなとか、やる気が上がってねえなっていうと、それを見たら、向こうの圧の方が高いと、そっちにやられちゃうのよ。だけど、自分が圧が高いと、なんつ、こっちの熱が向こうに伝わるんだよ。さあ、どっちの圧が強いかなの。だから、要は激文みたいの自分でやってると、勝手に圧って上がっちゃうのよ。そうすると、いつも社員がやる気が最初はなかったかもしれないけど、自分がね、圧が高いと勝手に、なんかなんて、向こうに熱が伝わっちゃうのよ。だからそれね、自分がやりなって誰かにやらせようとしちゃダメだよって言ったの。絶対だって社員なんかやらないから多分。やらないか強制的にやらしたとしても多分ね、モチベーションって上がんないよって言ったの。うん。だから、その多分、社長と副社長が来てたんだけど、なんかもう二人でやりますとかってやつだよ。そう。そう。でもね、とにかくそれはさ、いい悪い別として、自分たちがね、最初にやりなっていう話だよって話。そう、だからそのこと覚えておいてねって話。そう。で、やってれば、さっきも言ったけど、自分の殻が破れる。そして、問題を問題と感じなくなっちゃうの。そうで、圧も上がるの。こんな、だから、やった方がいいことずくめだよって話。そう、ひとりさんって本当意味ないことやらせないからねっていう話。そう。だ信じてやってごらんっていう話。なんだけど、これ難しいこの話。大丈夫？終わりです。はい。はい、ありがとうございます。それではですね、次の話がもう最後かな、時間的に。このことがダイヤモンドに変わります。本にも書いてあるけど、これ毎回言ってるけど、みんなこのことがダイヤモンドに変わります。護身言の使い方がちょっともったいない使い方だよねっていつも言ってるのね。まあ、護身言って、まあ、誠の言葉なんだけど、このことがダイヤモンドに変わります。龍神様呼び出す鍵なのよ。鍵。鍵なんだから、みんな実はこのことがダイヤモンドに変わります。4回言ったら、龍神様がもうここに飛んできてるんだよ。飛んできてる。で、飛んできてるのに、せっかくね、龍神様が来てるのに、なんかうまく使いこなせてないのよ。言ってればいいとか、なんていうか、例えばさ、会社で嫌なことがありました、旦那さんと喧嘩しました、会社でね、いろいろ言われました、人間関係トラブルがありましたって言って、その時に、このことがダイヤモンドに変わります、言ったとするじゃん。でも、全然気持ちが晴れないの。なんか全然ね、なんか、スカッとした気持ちにならないのね。それはなんでかっていうと、龍をね、使ってないからなんで、うまく。そうで、実はこのことがダイヤモンドに変わりますっていうと、もうここに龍神様来てるんだよ。そしたら、自分が抱えてる問題全部乗っけちゃいな。全投げだよ。丸投げです。丸投げ。俺なんか講演会丸投げだよ。全部。そう。で、丸投げでね、ほんとうまくいくよって龍神様信じてやってると。だって神様なんだよ、龍神様って。
そうだ、人間がどうにもならないことでも神様だからどうにかしてくれるよって。それと、なんていうかな。まずは龍神様信じるっていうところからやってごらん。だから信じてないと使えないよ、多分。だって信じてないもの使おうと思わないじゃん、絶対に。だから龍神様をまず信じてみること。そして、自分が抱えてる問題を龍神様背中に乗っけるイメージでいいから。それを天に見送るイメージでいいの。そうすると、龍神様が知らないうちダイヤモンドし返してくれるよってか、それがこのことがダイヤモンドに変わります。ちゃんとした使い方。龍使いバージョンだよって話。みんなせっかく龍神様呼び出してるのにさ、龍神様が犬のお散歩見たくなっちゃってるのね、本当に。いや、目に見えないからね。いるんですかって言われたらどうかわかんないけど。でも、せっかく自分が龍使いになれるんだったら、こんな簡単なことやれるんだったら、絶対やった方がいいじゃん。まずは信じてやってみることだよね。そうすると、本当うまくいくよ。でも、本当一人さんもずっとそのことでうまくやってきたんだよねって話。で、まあじゃあね、いや、一人さんは特別かもしんないとかって、すごい龍神様に愛されて、一人さんについてる龍神様に特別だと思うかもしんないけど、みんなだって一人さんと同じ龍神様が使えるんだよ。一人さんの龍神様は特別でね、みんなにはその他大勢ってないよ。そう、だから、せっかく自分が龍使いになれるんだったら信じてやってごらんよ。そしたら本当にね、自分がみんなが抱えてる問題でも人間関係でもトラブルでも全部龍神様が解決してくれるよって話。で、この話難しい。聞いてもやれそうにないって人いる？この中で。いやー、難しいでしょう、それはって。言うだけだよ。言うだけで。で、あとは、その龍神様の存在を信じて、全部乗っけてみること、心の問題を。で、その問題だけじゃなくて、いいことも乗っけていいんだよ。だから、例えばお仕事やってる人だったら、自分がね、会社やってますとか、お店やってますって人だったら、全部龍神様に丸投げでお任せしちゃっていいんだよ。そうすると、自分が120%努力するよりも、龍神様がこう、手助けしてくれた方がすごいうまくいくからね。っていう話。なんだけど、なんかね、これやったらね、なんかやっぱり、そう、なんか不動産やってる人がね、もう丸投げでいいんだと思ってね、自分は不動産って今まで一生懸命やってたんだって、すごい一生懸命やってたんだけど、まあもちろん今も一生懸命やってるんかもしれないけど、あ、でも龍神様に丸投げでいいんだと思ったら、すごい仕事量が楽ちんになったのに、売上がね、4倍ぐらいになっちゃったんだって。で、不動産の多分売上の4倍って相当高いと思うよ。そう、だからみんなも信じてやってごらん。本当に信じてやってみて、売り上げが4倍になりましたって、報告もあるのね。だから、みんなもね、まずは信じてやってみること。自分が120%努力するよりも、友人様が手助けしてくれとか120%よりうまくいっちゃうんだよ。っていう話。なんか難しい？この話は。どう？私はなんか友人様使えそうにないなって人いる？この中で。個人的レクチャーしましょうか。してもらいたいですみたいな。まあ、それは冗談だけどさ。だから、信じてやってごらんって話。そしたら、本当にみんなが抱えてる心の問題でも、人間関係でも、金銭トラブルでもね、会社のことでも何でも、龍神様が全部うまくやってくれるよって話が、このことがダイヤモンドに変わりますよっていうね、話だよって話。なんだけど、大丈夫？難しいかな？大丈夫？じゃあね、終わりです。お時間となりました。今日のお話は以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ一回止めるね。ある人はさ、思うんだけど、実は YouTube 講演会の内容丸々載せちゃってんのよ。丸々載せ、1時間分とか載せちゃって、普通さ、えー？とか、だって有料でやってるやつをさ、まんまちょっと、まあ、期間は少し空けるかもしれないけど、まんま載っけちゃってるので、あれって、こうなんていうの、達也って一人さんがね、達って講演会の内容全部載せちゃえってわけ。で、俺最初びっくりして、え、全部載せちゃうの？みたいな感じで言ったら、全部載せて、で、普通、まあ、これも一人さんの仕事術と多分関わる話なんだけど、普通の人って取っておきって出さないのよ。最後まで取っとく。そして、なんか特別な人にだけ、お見せしますが、YouTube とかでもそうじゃん。例えば、チャンネル登録してくれた人だけとか、この後ね、何時に、やってくれた人だけに、あれしますって言うんだけど、一人さんね、違うのよ。とっておきをもう全部出しちゃうの、最初から。で、今日の話も一人さんは全部なんか、もう知ってることは全部教えてくれた話なのね。で、こういう話ってさ、普通、やっぱり、普通一人さんみたいな人だったら、自分が言うとかさ、自分がとっておきは、なんつう言うみたいな話するじゃん。一人さんがとっておきはまず全部教えてくれるわけ。
で、俺のこういう YouTube みたいなやつも取っておきを全部最初から出しちゃえってわけ。で、丸々出して、すごいからね、この先がすごいな。あのねって、達也って。あの、達也が YouTube の講演会をね、全部載せちゃったとして、じゃあ、もしこれを載せちゃったら、お客さんが来なくなるんじゃないかって。講演会だってわざわざ聞きに行かなくたってね、この YouTube で載っけてくれるし、動画で見ればね、済んじゃうじゃんと思ったら、聞きに来る人がいなくなっちゃうみたいな感じ。もし来なくなっちゃうんだとしたら、達也の魅力はそれまでなんだから、そう。講演会やめなっていうの。すごいから燃えるよね。でも、みんなもね、まあ、ここに来てる人たちもそうだし、まあ、何回も講演会来てくれる人たちも、YouTube 見てる人たちもそうなんだけど、まあ、じゃあ俺の講演会とはちょっと別で考えてもらいたいんだけど、例えば自分たちがさ、ものすごい好きなアイドルグループがいたとするじゃん。今だったら K-POP とかジャニーズとかもいろいろあって、まあ、K-POP の BTS とかさ、ね、あのアイドルグループでもジャニーズのいろいろなのがいるじゃん。で、それすごい自分がさ、好きなアイドルグループだったら、絶対動画とか見るよね。見るじゃん。で、まあ、じゃあ、例えば BTS だったらさ、BTS の動画とか YouTube 絶対見るじゃん。ずーっと見てるとさ、もしその人たちが名古屋ドームに来るって言ったらみんな行かない？コンサート。行くよね。それと同じよ。そう、だから、なんて言うんで、もっと言うと、まあ、結構俺も言われることが多いんだけど、もう毎日見てますって人がいるけど、YouTube。達也さんの YouTube 毎日見てます。内容より笑い声聞いてますみたいな。まあ、それはいいんだけど、それは嬉しいけど、いや、毎日見てくれてんの。そうすると、毎日見てると、なんかね、いつも合ってるような気になっちゃうんだって。で、いつも会ってるような気になっちゃって、で、実際に自分が会いに行ける距離のところに来てくれるんだったら、絶対に行きたいって思うんだって。で、人って本当そうだよって話。だから、だって、みんなだとお店やってたり、会社やってたりする人もいると思うけどさ、最初に、マルカンのお店なんか特にそうでさ、マルカンの旗が立ってていきなり入る人って相当勇者だと思うよ。だって最初ね、入ったら何も買わないで出てこれるんだろうかとかさ、何か買わないといけないとかって、絶対思うもん。だけど、この YouTube みたいなのでずっと見てると、あ、こういう人がこのお店でやってくれてるんだって思っただけで、絶対もう向こうで勝手に安心感を覚えてくる。で、もう本当に俺もこれありがたいなって思うんだけど、YouTube こうやって結構ね、流してるじゃん。そしたら、ほんとどこの会場も YouTube 見てきましたって人が必ずいるのよ。必ずいるよ。絶対に。で、いつも見てますみたいな感じの、人が結構いて、すごいそれは嬉しいのね。で、やっぱり、じゃあ俺たち別に YouTuber になりたいってわけでもないのよ。まあお金が入ってくると嬉しいけど。いや、やっててさ、別にそういうの気にしてないでやっててお金も入ってくるの嬉しいじゃん、お小遣いになるし。で、それはすごい単純に嬉しいんだけど、みんなも覚えておいてほしいのは、なんで俺たちが YouTube みたいなのを外に出すかっていうと、いい話って外に出さないとダメなのよ。ダメなの。で、なんでかっていうと、例えば、じゃあ俺が講演会で今日話しました。で、みんな、あ、すごくいい話聞いたなって思ってくれる人も一部いるかもしれない。でも、この中だけでいい話聞いたら、実はこの中だけで盛り上がって終わっちゃうんだよ。まあ感想とかはね、いろいろ LINE とかに載せてくれるんかもしれないけど、結局、まあなんて、その感想だけか、もしくは、やっぱマルカンの仲間内だけで終わっちゃうの。でも、これが例えば YouTube ってさ、外に出るじゃん、必ず。外の人が見るよね。そしたら、いい話を外に出た時に初めて、そのなんつう、相手がお客さんっていうかね、この見た人が、あ、講演会、この人が言ってるんだったら聞きに行きたいとか、まあこの人は私会いに行かなくていいよとか、要は判断、そう、それ要はいいか悪いかまず判断する、そう、人が増えるよねって話。だから、みんなも覚えておいてほしいのは、いい話は外に出さないとダメだよって。で、だからね、今一番有効なのは、この YouTube ってすごいいいんじゃない？だって、みんなね、テレビとか見るより YouTube とか見る方が多いんじゃない？どうなの？で、ね、なんか、まあわかんない。別にこれはテレビの悪口言わないけど、だってテレビつけたってね、クイズか、旅番組か、お笑いしかやってないよね。そうでさ、あとニュースとかな。あ、そう、だから、そう、毎回同じパターンのテレビ見るんだったらさ、どうせだったらね、見るんだったら、YouTube をテレビにつないでさ、好きな人の動画とかお話見た方がいいって思うじゃん。だそれと同じで、やっぱり、なんかいつもテレビみたいなので見てると、この人と直接会ってみたいって思うのが人間だよって話なの。だから YouTube をね、バカスカ上げちゃうの。
そう。あとは淡々と続けることだよね。で、まあ、もっと言っちゃうと、まあ、これは別になって向こう側の都合の話かもしれないけど、仮にさ、じゃあ YouTube って今 Google って会社がやってるじゃん。Google って会社がやってるんだけど、Google がね、例えば YouTube 上げました。だけど、なんつ、1年に1本しか上げない人と、結構な頻度で上げてる人だとしたら、YouTube って広告収入で成り立ってるんだよね。そう、だから、そうするとやっぱ豆に動画上げてくれる人の方を絶対応援したいって思うはずなんだよ、その会社の人だったら。1年に1回しか上げない人より。だから何でもいいから豆に上げた方がいい。そうで、あともう一個。動画でね、まあ、これもちょっと、ひとりさん流のコツだって覚えといてね。まあ、それはその、Google 側の話かもしれないけど、もし動画撮りなって言うとね、すごく、とかっていう人もいるんだけど、それは、作った自分のセリフみたいな形で言おうとするからダメなんだよ。要は、普段の喋り方で言っちゃえばいいの。まあ、わかんないけど、体験談かなんかでいいんじゃない？まずは。体験談みたいな自分の普段の喋り方で言うんだよって。で、じゃあ、そうだな。一番わかりやすい例で言うとさ、なんていうの？よくドラマとか見てて、この人セリフ下手くそだなーっていう人いるじゃん。そう。あれ、ひとりさんが教えてくれたんだけど、この人がなんで下手くそかわかるって、下手くそっていうかね、なんでなんかすごく耳障りだなって思っちゃうかっていうと、普段こんな喋り方しねえだろみたいな話し方しちゃうから。だからみんなも YouTube 見てて、なんか多分ね、耳障りな人って普段こんな喋り方しねえだろとかっていう人が、なんか変に耳にの、まあなんつうか耳障りになっちゃうのね。でも普段の喋り方してる人ってすごい上手なのよ。だから YouTube でもなんか俳優でもなんでも、なんていう、すごい上手な人って普段の喋り方してる人なの。そうだ、俺もほらさっき言ったじゃん。何にも変わんないじゃん、俺。別に。そう、別に動画の前でも、ここに来ても実際何にも変わんないの。普段の俺も全くこのまんまなの。だそれは、普段のこう感じで喋ってるからなんだよって話。うん。だみんなも何か YouTube とかそういう動画系もしやりたいとしたら、やりたいっていうか、やる必要に迫られてる人がいるんだったら、このことも覚えておくとすごいヒントになるよねっていう話。で、やっぱり、今だったら、だって、すごい、だスマホってさ、みんなテレビ局持ち歩ってと同じだよ、うん、そう、世界中に宣伝できるじゃん。うん。でもさっきも言ったけど、世界中とかって思わないで、まずは登録者2人。そう、視聴回数5人。っていう話。だからね、そういう風にやっていくと、少しずつだけど、だんだんね、コアなファンが出てくるよ。で、やっぱり会社だろうと人だろうと、結局はファンになってくれた人が支えてくれるんだよね。そう。だから自分のファンを作ればいいの。それ自分のファンなんだからさ、だってここに来てだって俺のファンじゃないって人多分いないと思うんだよ。そう、わかんないけど。ファンじゃないのに来るってのはありえないよね。そう、だから、それと同じ商売やってようが、お店やってようが、何やってようが、やっぱ結局は自分のファンになってくれた人が支えてくれてるんじゃないって話。うん。だから自分のファンを作っていけばいいんだよって話。そう。だから俺たちはね、そういうことをちゃんと聞いててさ。だからひとりさんに俺もいつも言われてるのは、まあ最初はひとりさんのファンで来てくれる人がいっぱいいると思うんだよね。だけど、ひとりさんはひとりさんのファンなんだよって。でね、達也は、達也のファンを作っていくしかないんだよって、同じひとりさんの話とか丸カンの話聞きたいんだったら、達也さんから聞きたいって人たちを一人ずつ増やしていくしかないんだよって話があるの。だから、みわちゃんだったらみわちゃんで、みわちゃんのファンを作るしかないの。それを、なんか自分以外の人を通り越して、ひとりさんのファンを増やそうとか、丸カンのファンを増やそうとか、のぶちゃんのファンを増やそうってやっちゃダメなんだよ。ダメなの。自分のファンを作ってください。ここにいる人たちはみんな。つなちゃんもそうだよ。自分のファン作るんだよ。いいね。社長のファンとか、それ、本人がやればいいの。誰もお願いしてないんだから。で、ひとりさんもよく言ってんのは、俺はファンをね、作ってほしいなんて頼んだこと一回もねえっていうわけ。それはどういう意味かっていうと、ひとりさんはひとりさんとして、自分がこうファンを作るようにやってきただけなんだよね。うん。でも、ここにいるみんなは、なんつ、みんなの、なんつ、その丸カンのファンを増やしたいんじゃなくて、自分のファンを増やしな。うん。で、そうすれば、例えばこういう講演会だってさ、なんていうの、
いや、今度ね、名古屋に達也さんって人が来てくれるんだよって、すごい面白いから一緒に聞きに行こうよって言った。あ、そうなんだって。でも私、達也さんのこと知らないけど、でも、なんか、宮古さんがそうやって言うんだったら、なんか聞きに行ってみようかなって。ファンってそういうもんじゃん。あ、宮古さんがそんなにいいって言うんだったら、本当に面白い人なんだろうなと思って聞きに行くんだよねって話。そう、だから、で、また来てくれたらね、あ、なんか自分もファンになっちゃいましたみたいな感じで、だんだんファンってそういうふうに増えていくわけ。だみんなも、たとえ主婦だろうと、お店やってろうと、会社やってやろうと、自分のファンを作るっていうのを真剣に考えた方がいいよ。いいの、一人でも二人でもいいじゃん。そう。だっていきなりアイドルになりたいってわけじゃないんだからさ。なんだっけ？ AKB じゃなくてさ、おばあちゃんがやってる OBA なんとかって。いや、それは ね、冗談だけど、みんなはみんなで自分のファンを作ろうと思いな。別にたくさんのファンを作ろうと思わなくていいよ。主婦だってさ、もし自分のファンになってくれる人がいるんだったらさ、なんか仲のいいお友達みたいな集まりみたいで楽しいじゃん。で、お店やってる人だったら、お店やってる人はもうちょっとね、考えてほしいんだけど、芸能人と一緒だよ、お仕事って。そう、本当にみんな気づいてないけど、芸能人と一緒なの、お店やってる人って。で、芸能人、みんな芸能人ってさ、どう？なんていうん？芸能人ですごい暗い顔してますとかさ、頭いつもボサボサですとかさ。ないじゃん。やっぱり芸能人って魅力の塊みたいな人が多いよねって話。だから、自分がやってる仕事ね、会社に勤めようが、お店やってようが、お店の従業員さんだろうが、パートさんだろうが、商売に携わってる人だったら自分は芸能人と同じなんだって思ってほしいのよ。そう、そうすると、やっぱり自分、あなたのファンだからあなたを応援するよって人たちが必ず増えてくるんだよ。だ要は、その仕事の問題じゃなくて、やっぱ自分に人気があるかどうかで魅力があるかっていう話なんだよね。そう、だから、みんながね、お仕事に携わってたら自分も芸能人と一緒です。いや、別に芸能人になれって言ってるんじゃないよ。そう。でも、つなちゃんでも、みんなね、みやちゃんでもさ、まみちゃんでも、ひろみちゃんでもみんなそうなんだけど、自分がやってる仕事は芸能人と一緒なの。でも芸能人って言ったってみんな芸能人は魅力の集まりの人がこうなんつう、ああいうふうにテレビに代表的に出てる話だよ。でもだからその容姿だけがいい悪いの話じゃないじゃん。だって芸能人だって正直自分の方が容姿がいいって人いるよね。でもあそこに出てる人たちはなんか魅力があるんだよ。だから容姿の問題じゃないの。魅力だよって話。で、自分のファンを作ればいいのよ。一人でも二人でも。っていう話なんだけど、まあね、講演会の別バージョンみたいになっちゃったけどさ。以上です。